して会うのは初めてですか。うん、何回か。今日は平中さんってことで結構こっち組んでみたいな。はい、10秒前です。5秒前、2、1。いや、入ってない。リッキー、チカのレッツ深呼吸の時間がやってまいりました。はい、始まりました。6月6日火曜日の6時過ぎましたね。はい、コインちょうだい。はい、いきなりかよ。早いねえ、今日はあのスタジオがね、うん、ちょっとエアコンが故障してるってことで、はい、あの俺にとってはちょっと厳しい1時間になりそうなんで。いやいやいや、もう最近ね、世の中便利になってるから、こういうことにもコインちょうだいっていうよりもなれないと、ビールちょうだいって感じだね。そうだね、そろそろ上のビアガーデンもオープンなんでね。そうですね、今日もですね、うん、うちのスポンサーであります、はい、ビアガーデンビーサルさんのオーナーさんとちょっと打ち合わせしましたら、はいはい、今週末からいよいよオープンですか。ビーサルオープンということで。今週末、イエーイ、いいですね。もうビーサイドがオープンしたらもう梅雨明けっていうことのなんでね、うーん、楽しみにしてました。今週末。今週末。おー、すっげー、はい、楽しみですね。で、まあ、詳しくはね、B サイズさんに問い合わせていただいて、はい、まあ、今はあの予約中心にっていうかね、うんうん、そういう大型の、なんか予約とかさ、うん、そういったのを中心に やるみたいだけど、まだね、なんせあの夏場しかオープンしてないじゃん、ね、ビアガーデンって、うん、だからこのアルバイトとかパートとか人材が大変なわけよ、うんうん、あー、そっかそっか、うん、一旦冬場で終わるじゃん、うん、でまたこの時期オープンに向けて人募集するんだけど、うん、あ、そっか、来るとも限らないしね。そう、今もうどこでもさ、うん、あの人材不足で大変だし、うんうんうん、そっか。そうだから、まあね、これ聞かれてるもし学生さんとかねいましたら、うんうん、6月から、6、7、8、9、9月いっぱいぐらいまでかな、うんうんうん、まあ、もしかしたら10月まで。これ夏休みの間とかそういうのでもいいんですかね。まあいいと思う、シフト制とかね、うんうんうん、そんな感じで、フルで働かなくても、まあ、週3日とかね、うんうんうん、4日とかしても、うん、ね、問い合わせしてみればいいかなと思いますね、はい、気持ちいいもんね。だってね、こっからの、うん、眺めもいいし、ロケーションがね最高だし、本当に。あとシーポートカーニバルのね、うん、花火もめっちゃ見えるから。見えるしね、うん。でまたビアガーデンって言っても半分は屋根になってるからさ、うんうんうん、ね、雨が降っても大丈夫、うん、大丈夫なんで、うん、ぜひね、また、夏場ね、うちの番組も、ビアガーデンからね、ね、放送したいと思いますので、はい、来ましたね、楽しみ、交互期待ください、はい、ってことで、皆さんね、まあ、深呼吸しながらね、うん、安全運転でね、お願いします。なんか今週は、ずっと晴れの天気予報だったから、なんか梅雨明けかどうかっていう話もあるけど、うんうん、はい、まだまだだよね、梅雨明けはね。多分そうですよね、うん、多分降った記憶があんまないんだよな、雨。最初の頃はね、うん、バーッと降ったけど、まあ、いい天気が続いてます、はい、皆さんね、気をつけて運転されてください。今日はね、うん、今日のゲストさんは、ね、なんと来ちゃいましたよ、ね、はい、来ましたね、はい、元ね、もうボクシングの世界チャンピオンの、うん、平中信明さん、ね、お呼びしてますんで、はい、もう平中さんといえば、まあ、沖縄でね、うん、具志堅用高さんと並んで有名な方なんですけど、うんうん、はい、ね、いろいろジムもね、はいはい、皆さん利用されてて、うん、女性のね、フィットネスみたいな、まあボクサーサイズっていうの、うんうんうん、ああいうのからいろいろされてるみたいなんでね、うん、あ、女性用のそういったのもされてるんですね。そう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 、へ、お子さんからね、はいはいはい、女性も本当にいろんな方、まあね、利用されてるみたいなんで、その辺の話もね、お伺いしながら1時間、またさらにね、
営者としてもすごい ね先ほどいろいろちょっとお話しましたけど経営されてるみたいなので、はい、この辺もちょっと興味ありますんで、お聞きしてみたいなと思いますね。はい、楽しみです。はい、FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送はオーシャンビューネルカフェここレジャーホテルかくれんぼクラブ、ワインバーセントマリノ、プレミアムウォーター、ビアガーデン B サイドの提供でお送りいたします。ここはもう本当に屋上がビアガーデンになっていて、ロケーションが最高なんです。最高ですね。もう一度が夜になりきたい。そうです。間違いない。この近くはなんか公園ができるそうですよ。で、いろいろこう、51ヘクタールの中で、普天間高校来たりだし。でも来ますよね。来ますね。やっと来ました。やっと来ました。先週、この話で。ずっと宮崎もあの先も押してたんですけど、なかなか反抗されなかったんで、沖縄の浜田さんですよ。でもちょっと狭すぎだっすよ。もう老朽化してるんで、逆に売却した方がいいです。大丈夫ですって。平中さん、あのこの、今 CM と音楽中の間はラジオ聞いて車運転してる人はこの会話聞こえないんですけど、うん、逆にこのツイートキャストっていう放送を聞いてる人は、県外の人が多いんですけど、これ聞いてる人は音楽とか CM は聞こえてないんですよ。逆にこの会話が聞こえてるんですよ、はい、別にあのオフレコでもなんでもいいんですけど、はい、あのサービスタイムですから、ツイートキャストさんの。いや、まだなんですよ。いや、したら今度あの、山本キット。おー。キットがあの今ドマンで、はい、ジムをオープンして、はい、総合格闘技の、あ、ジムオープンしたんですか。そうです。で、今月の、ね、24日にオープンセレモニーしようと思って、うん、今日昨日僕とキットで話したのです、うん、これ誰も聞いて初耳だと思います。ちょっとあのキットのお姉さんも、うん、あの小谷君 あのスパークリング相手、うんうん、見てましたね。やってたっていう、うん、いや、ジムにずっといますよ。うん、できたら来て、まあまあ、じゃあ沖縄にも住むっていうか、住んでる、住んでる。あ、もうじゃあちょっと沖縄に移住する、うん、お子さんはじゃあ沖縄と、うん、小学校、うん、こっちの学校を歩いてるよね。いや、イロワンのね、後ろ部分の、なんていうか、私の知ってる、イロワンの、アメリカンスクール、アメリカンスクール、なんかインターナショナル、長谷川のゴルジョンにいるところに、うん、あ、久保崎じゃない、いやありますよね。すごい今通ってますね。すごい沖縄も強くなりますね。じゃあ、まあ、だからそういうのでトレーニングとかやっぱり一番いいし、ウェーバーになると。糸満ですか。糸満にちょうど真ん中側の糸満になります。初江さんも平中さんのとこ行ってますよね。はい、初江さん。あ、そうそうそう。あ、そうなんですか。トレーニングしに来て、まあ、週何回か、時間が空いてる時。ああ、そうなんだ。中澤初江さん。はい、
もうずっとトレーニングしてる。へえ。練習生がいっぱい、コーチがね、愛してくれ。いや、初江さんのフェイスブックよく載せるから、うんうん、すごい宣伝になってるとか、うん、あ、女性と行けるんだみたいな。女性の方が多いですよ、今、うん、あのうちの、女性の、あの、マット持ってきて、そう、持参して。ヨガマットみたいなもんですか、うんうん、あれでいろいろやってるよ。なんかあの、女性の、あのエクサドで、うん、これはどこですか、場所は。那覇ですよ、ね。富士路か、はい。そうだそうだ、富士路行ったことある。このね、うん、何でしょうかな。まあ、那覇より。うん、なんか今、行ってみたことある。10秒前です。なんか気持ちを、あの、理活っていうのがなんか、マネージャーが全部やって、どうぞ、これ、はい。はい、どうも、ようこそお越しいただきました。メンソーレ、平中さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、まあ、リスナーさんもね、うんうん、やっぱり知ってる方も多いと思うんですけど、ね、もう本当に多額経営もされてて、うん、まあ、あのボクシングのね、無限でね、有名平中、ボクシングスクール、まあ、ジムもかなりあの、大盛況で今何人ぐらい、うんうん、そうですね、練習生だけでみんな合わせたら130人ぐらい。130人います。あの女性も含めて。そうですね、女性も、うんうん、それとあとはあのうちあの昼間の11時とか10時から朝から、はい、あの美活っていう女性のフィットネスとかあとはヨガとか、うん、いくつかのコースがあって、はい、これはみんなで30人ぐらいいますから。おお、美活っていいですね。なんかでもやっぱりあの僕もびっくりしたのはやっぱりすごい痩せてきて、あの本当綺麗になってる人結構多くてですね、特に10時からですね、朝の10時から1時間半とか、はい、結構汗かいて、トレーニングして、ヨガの先生も来て、あとはあのダンスの先生も来て、はい、なんかあのそういうのでも十分週何回やってますよ。これ男性でもいいんですか。まあ女性だけ、女性だけ美活。これはあれですか、ダンスならダンスがいいみたいな、はい、ダンスのコースで、はい、ヨガならヨガのコースってことですか、はい、そうそう、全部バラバラじゃないですか。バラバラじゃないです。だからあのうちの平中のホームページで見ればあのちゃんとあのこのコースが入ってますので、ね、結構みんな口コミできてですね、うんうんうん、結構あの本当に、いろんな時間を使って僕ら空いてる時間に、はい、午後の1時からボクシングジムがスタートなんですよ、うんうんうん、だからその前に来て結構女性の方、子供たちを学校に行かした後、主婦、うんうん、の方とか結構年齢の方でもあの何人かいますから。あ、いいですね、朝から1時間半ぐらいだったら全然、はい、うん、そうですね、いいですね。午後1時からはじゃあある程度本格的な感じのボクシングのトレーニング。そうだよ、午後1時からもう午後の9時まではボクシングで、うん、まあ、その中にまたダンスをこうやトレーニングやって終わった後ボクシングする人もいるし、まあ、いろんな方法で、まあ、とにかくうち の、まあ、あのマネージャーがですね、うん、女性の方がジムに入りにくいじゃないですか、うん、ね、ボクシングをやってるの入りにくいので、こういうあの美活というのを作ったら結局交流を取っていったらボクシングのファンになったり、うん、まあ、あの選手を応援したり、うん、で小谷君を応援してる子結構いると思うんですよ。だから、ね、うちの、 あの女のこの変顔天山さんという子は女性の子で、はい、この前いい試合で勝ってですね、はい、まあ、女性、まあ、沖縄で2人ぐらいしかいないんですけど、うん、その1人の女の子で今度6回戦勝って、うん、もう1回勝てば今度8回戦に上がるって言って、あ、はい、まあ、あのこの間ね、小谷選手はね、うち、ん、に来てもらいましたけれども、あのゲストで来ていただいて、うん、いろいろ宣伝したりとか、あれ、去年の暮れだったかな。そうですね、うん、1月のね、うん、あの試合の宣伝も兼ねてだったけど、はい、この間もねもう本当に強すぎて、うん、もう1ラウンド KO じゃなかったですか。そうですね、早くもうだってね、小谷君のあのボクシングもう楽しみに行ったらもう1ラウンドでって、強すぎてよ、強すぎて、うん、すごいですね。そうですね、もう小谷はもう本当にハードパンチがあって、まあ、あとはもう本当にこのタイミングと、うん、まあ、あの年も年だけど頑張って、うん、今あのやっぱりパワーがあるし、うん、やっぱりハートが強いから、うん、やっぱりあのちょっと逆にあの打ち合っていけば小谷結構強いので、まあ、これからはやっぱり東洋とか世界に向けていくとしたら、
まあ、日本チャンピオンもそうですけど、うん、まあ、ダンキングも今度東洋また戻って入ってきましたので、はい、まあ、この1、2戦、2戦でもう日本チャンピオンか東洋か世界まで行かしたいなと思って今で、うん、あの今年にうちの平中ジムに小谷君移籍したので、はい、まあ、余計もまた練習の方法も、うん、違ってですね、まあ、あの新規も自分の新しい気持ちで、まあ、頑張っていますのでまた応援してあげてください、うん、そうですね、はい、楽しみですね、うん、あのまあいろいろね、あの最近ボクシングの、まあ、田村選手の試合の話題とか、はい、いろいろね、うん、あの物議がありましたけど、村田、村田、ああ村田選手ですね村田選手の試合もあれもう僕もずっと見てましたけど、うん、ね、ジャッジがどうかなということ で、まあ、ボクシングというのは判定が一応あるんですけど、ちょっとね、ちょっとひどすぎましたね、うん、あれはもうはっきり言って村田君が勝ってるだろうと、まあ、僕らが見てもあるけど、まあ、あんなに差はないからちょっとおかしいなと思うぐらいけど、あの周りがわーわー言ってる割には、あの村田選手 の、 あの冷静なこの対応っていうか、うん、あれすごくみんなあのそれに対してすごく紳士的だなということで、かなりそうですね、もう彼は紳士だけど、やっぱりそれだけ、やっぱりあの経験してきたけど、やっぱかわいそうだけど、うん、言ったらもうああいうの覆すことできないので、はい、まあ、次の、まあ、チャンスを待つしかないので、うん、まあ、そういうところでやっぱり村田君もそうだし、ただあの、ね、僕はあの今回、比嘉大悟君が、まあ、チャンピオンになって、ね、まあ、もうすぐもう、もう本当にあの沖縄が騒ぐぐらい ね、あれはね、うん、だから、まあ、僕から言ったらあれけど、本当にあんだけあれ彼はやっぱりあのガッツがあって、はい、前に向かっていくというこの精神力、うんうん、それとあの練習しててね、すごいやっぱりトレーニング一生懸命重ねてやってるし、うん、また真面目だしね、はい、あ、これこの子はチャンピオンになるなというの僕は思ってましたから、うん、で特にあの今回ね、僕はその去年ですね、去年あの、大橋ジムにトレーニング行って、うちの荻堂君とか、はい、中島君とか他の選手も連れてきながら、うん、お腹郷君が、大橋ジムにいるので、うん、その時にちょうど、ちょうど、東洋チャンピオンになる前に、この比嘉君がトレーニングしてたんですよ、はい、その相手があの井上兄弟だから、この小谷君も含めてみんなそうですけど、やっぱり強い選手と練習してると強くなるんですよ、うん、今回僕は本当に比嘉君がチャンピオンになれたのは、はい、あの井上兄弟とスパーリングして実戦で見てるので、はいはい、あ、これこういうことこんなことすればこういう練習すれば社会チャンピオンになれる、こういう練習すればなれないなっていうのを肌で感じてですね、うん、だから具志堅用高さんがいる頃、渡嘉敷さんっていうのがいて、はい、一緒に練習したら具志堅さんの後すぐチャンピオンになったじゃないですか、はいはいはい、だからそういう面では本当にあの、大橋ジムの井上兄弟や八重樫君とか一流のチャンピオンと一緒のトレーニングやって、うん、あそこに乃木さんというトレーナーがいるんですけど、うん、そのトレーナーが一苦労一緒にやって教えてですね、そういうので本当にもう試合が来てやっぱチャンピオンになれたっていうのはやっぱりなるべきの形ができてきたんですよね、うん、でそれとやっぱり僕が見てて比嘉君が真面目っていうよりもやっぱり練習努力ですよね、はい、あとはやっぱり運もいいしタイミングもいい、はい、やっぱその本当に普段の行いに、うん、そういう面でやっぱり自分の持ってるやっぱりオーラですよね、うん、チャンスがこういう風に回ってくるっていうのは、うんうん、やっぱり回ってきても、まあ、言葉言ったら村田君みたいに安定ですけど、うん、負ける子もいれば、うん、その時にまたやっぱり勝てるっていうのがね、やっぱりすごいなって思いますよ。だから本当に今度も本当に今度の比嘉君は本当の真のチャンピオンだから、はい、まあ、僕から見たら具志堅さんの記録をね抜くぐらいのねやっぱり14回かもう防衛をね連続防衛してぜひ沖縄で早く防衛戦してほしいなと思ってますよ。まだ若いですよね。若いですよ。うちの弟息子と1個上だから21かな21歳、はい、今日6日ですから、9日、今週の金曜日にね、浦添市役所の方で比嘉大悟君のまあお祝いのね、セレモニーがあるらしいんで、具志堅用高さんもね来られるってことなんで、お近くの方はねぜひ浦添市役所足運んでいってみんなでねお祝いしてほしいなと思いますね。まあ具志堅さんのジムですからずっと東京にいるんですかね普段は。そうですね、もう東京にいて、だから僕はもう無限っていうのはもう沖縄のジムから、まあ、世界チャンピオンを出したいっていうので、うん、まあ、でも比嘉君がこんだけね
盛り上げてくれただけで、多分ボクシングまた盛り上がって、比嘉大国みたいにまた第二の比嘉大国を目指して、はい、たくさんこう練習生が増えてくるのを僕ら期待してるんですけど、うん、はい、なんか盛り上がってますよね、沖縄またボクシングも。そうですね、ね、琉球ゴールデンキングスのバスケも盛り上がり、うんうんうん、いろいろね、ハンドボールも盛り上がりみたいな、プロスポーツがどん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 盛り上がってきて、またさらにね、比嘉選手の大悟君 の、 世界チャンピオンというのは沖縄で何年ぶりでしたっけ？これね、僕がなって25年ぶりですですよね、僕は25年ぶり、平中さん以来っていうことなんで、25年ぶり、うん、だから本当だよね、まあ、うちの亡くなった弟も挑戦してなれなくて、うん、で中里茂君もなれなくて、ピューマ戸口も、うん、もう何人もいましたからね、挑戦したんだけど、やっぱ25年ですよね、本当に。ここにいる平中選手以来の比嘉大国、すごいですね、それを考えると本当すごいですよ、25年ぶりって本当に、あ、こんなにいなかったんだっていう感じなんですよね。そうそうそう、だから具志堅用高さんがチャンピオンになって、上原康音さん、で渡嘉敷さん、ともりさん、うんうん、それから荒垣っていうIBF のチャンピオンいて、うん、それで浜田さんもいて、ともりさんもいるし、はい、で平中もいると、うん、もう8人目だから今回、本当に、すごいことですよ。また平中ジムからも出そうですね。そうですね、まあ、うちは今荻堂君が今度ね9月の10日にまた琉球大学で、はい、東洋の OBBF の東洋大東フライ級タイトルマッチの決定戦をやります、うん、まあ、前回ちょっと引き分けたんですけど、うん、これもまたジャッジの採点で沖戸君が負けたんですけど、なんか採点がちょっとおかしいって調べたら、うん、やっぱり書き間違いで間違えちゃって、計算間違いで沖戸君がドローになって、はい、これも再戦なんですけど、うわ、まあ、これはちょっと9月の10日にですね、琉球大学でやりますので、はい、9月の10日、はい、うん、まあ、議論案ですからよろしくお願いします。ねえ、沖戸選手も24歳ってまだ若いし、うん、どんどんね挑戦できますね、うんうん、小谷選手が30歳ぐらいだったかな。そうですね、はい、であとはまあ、マーカス君って言ってね、これは、まあ、基地の中で働いてるんですけど、スミス・マーカスさん選手、はい、であとはリグマ君とか、はい、あとは中島君とか新人王とかあるので、はい、まあ、結構そういう子がこれから出てきて、特に今回ボクシングやったので、はい、東京とかあちこちでやってる選手がね、沖縄に戻ってきたいって言って、まあ、はい、戻ってきて子がいるし、うんうん、まあ、これテルヤ君という子も大阪のボクシングジムでやってたんですけど、うん、まあ、平中ジムにまた移籍したいということ でマーカス君もこう一緒に来たり、まあ、あとは他のジムの選手、各ジム、UFO ジムとか、うん、まあ、僕は平中ジムだけじゃなくて沖縄にいるジムのみんなをこうまとめてね、うん、無限でからこう世界チャンピオン出したいし、うん、うちの選手だけじゃなくて他のジムの選手もまず沖縄のジムから沖縄の子が早く世界チャンピオンになりたいっていうのが僕らの夢なもんですから、うんうん、先ほど比嘉大悟選手がやっぱりチャンピオンになったのは強い人との、ね、スパークリングを、ね、そうそう、ずっとやってるからってことで、まあ、こうやって見るとそういう強い連中が平中ボクシング熱くなってきてるんで、うんうん、強い選手同士がねやっぱり練習して、まあ、チャンピオンね、やっぱり早い時期に出たらまた、そうですね、本当にさらに沖縄の、ボクシング黄金時代が、うん、楽しみですね、刺激し合いますからね、うん、こういうふうに強いメンバーがたくさんいると、辺山優子選手もね、女性ボクサーとして有望らしいんで、うん、またね、近々機会がありましたらね、うん、ラジオでも出て、ね、いいですね、で、また小谷君の次に、はい、女性ボクサーというか、まあ、今はボクサーサイズってことでいろいろね、ダイエットとか、うんうんうん、さっき言いました美活とかで、うん、ボクシングを利用している方いると思うんですけど、うんうん、本格的にねボクシングされる方もまだまだ女性では少ないと思うんでね、そうですね、そういう意味で辺山選手に、優子選手に来てもらって、またね、うんうん、広げてもらえれば、いろいろアピールね、私もやりたいっていう人が出てきてる、辺山さんも最初はなんか体作りできて、サンドボックやってるうちに、はい、ボクシングやろうかなって言って、あ、やっぱりそういうのが多いですよ、
なんとなく体鍛えて、はいはい、サンドバッグ打ってて僕やってたらやっぱりちょっと試合に出てみたいなとか思って、なるほど、やっぱりそれがきっかけになるわけですね。そうそう、だから負けず嫌いな性格とか、うん、そういうのとか、あとはやっぱり他に高校時代とかあのスポーツ、はい、バスケットとかなんか運動してた子が、はい、やっぱりあの体がもうあのちょっと体鍛えようときたら、うん、なんかボクシング転向したとか、なんかプロになりたいなっていうのが多いし、で、三熊君なんかもそうだけど、男だけど、野球やってて、ものすごく野球で活躍したけど、ボクシングでやっぱりやったり、この中島君はサーフィンの選手なんですよ。おで、そういうのとか、まあ、いろんな方々が来てるし、もうサッカーとかね、カレットとか入れながらサーフィンやって、中島選手もボクシングに来たという、あ、やっぱりこう、体鍛えながらやってると、あ、俺、なんかボクシングに向いてるみたいな感じで、そうですね、なんだろうね、やっぱりボクシングだけはね、あのもうやっぱりスパーリングとかいろんな練習すると、やっぱこのハートの強い選手じゃないとダメですね、メンタルがね、もう本当にもう、今回の比嘉大悟を見て、よく見ましたよ。あでね、何かというと、うちの息子、長男の息子が今、大学に行ってるんですけど、比嘉大悟の一個先輩で、はい、やっぱりいつもこう見てて、やっぱりあの彼はすごいハートが強いって言ってたけど、うん、やっぱ案の定やっぱりあの試合であんまり負けないですから、うん、前に向かっていくっていう、うん、小谷君もそういうところを持ってるんですよ。ちょっとね弱気になったら人間ってちょっとこうあれだいってそういうんじゃないか、負けるんじゃないかと思うとやっぱり嫌だけど、何くそって言って前に向かっていく、うん、それだけまた練習してるからやっぱりいけると思うんですけど、うんうん、やっぱそういうのがね、沖縄はやっぱりそういうなんていうボクシングに向いてるこの性格と体型がやっぱり一番いいんですよね。うーん、このストイックな感じをなんか楽しめる感じな人がいいんですかね。そうですね、まあこれはね、僕なんかボクシングやってる時早く試合やりたいなとか思って、うんうん、やっぱりあの練習してる練習よりも試合の方が逆に楽しかったですよ。緊張はしますけど、でもボクシングの場合はもう減量もあるし、朝は早くからトレーニングして仕事してサンドバッグでスパーリングして、うん、やっぱ食事取れないっていう減量が一番厳しいですから。そうですよね、本当にあの、うん、自分との戦いで、うん、ね、水ちょっとでも飲んだらまた体重増えるし、減量しないといけない、うん、やっぱりもう自分との戦いですね、ボクシングだけは。そうですよね、本当すごいと思う。荻野選手もね、これ見るとあの中学時代は喧嘩上等なやんちゃ少年、ストリートファイターみたいなところから、そうそうあのプロボクシングになってるからね。もう比嘉大工君なんかもろになんか裏添いでもうやんちゃだったって言ってましたよ。なんかで、あ、そういうところに行かせると一番いいですよね。そうですね、うん、だからもうみんなあるし、で逆に僕ら一人あの寮に泊まっていけるけど、やっぱり一人この子はあの少年院から来て、やっぱりあの、まあ、中里君っていう子なんだけど、はい、あの江南高校で金城監督でってね、具志堅さんを育てた監督が、はい、じゃあ平中ジムに行こうって言って、はい、もうあの来て一生懸命なんかやっぱり今までの人生と違って、やっぱりあの彼は多分強くなると思うので、うん、中里君という子がうちに来て、もう本当少年院に行ってそこから出てきて、はい、平中ジムに来て、やっぱ人生が変わって今いろんなことで、うん、あのなんか、ステーキハウスに、なんかステーキハウス88かな、そこに働きながら一生懸命練習して、この9月にボクシングのデビューするんで、プロテストを受けるんですよ。だからそういう人も来るし、ボクシングといろんな人が入ってきて、人のいろんな人生がやっぱり変わってくるし、だからあのこのなんていうかな、あの比嘉大悟君もこう喧嘩して、まあ、俺それから宮古行って、うん、まあ、宮古で僕のちょっとインターハイで一緒にあのインターハイ優勝した知念健二君というのがいて、はい、普段はラーメン屋してるんですけど、はい、夜教えて、そういう人との出会い、それから、まあ、具志堅会長のとこ行って具志堅さんの出会いね、うん、いろんな人との出会いがあるじゃないですか、はい、やっぱそういう出会いで人間変わっていくんですよ。で僕もここで今喋ってるんだけど、はい、本当にちょっと人間の人との出会いとかこういうの悪かったらこんなところチャンピオンにならないし、人とのやっぱり巡り合わせっていうのはね大事なので、今回の比嘉大悟っていう子が本当にそれから宮古行って、宮古から東京行って具志堅さんのところの人のこの出会いでチャンピオンになれたじゃないですか。でコーチとかやっぱそういうので、この平中ジムもそうですけど、うん、いろんな人が来るので、うん、いろんな人がまた応援してもらってですね来てるので、本当にあの感謝で、あの本当みんな選手もそうですけど、まあ、沖縄からでもこれからやっていけるので、まあ、頑張っていこうと、みんなもう選手も逆にみんなでお互いに頑張ろうと言って、うん、まあ、僕も逆に選手がこんなにいっぱいいるし、
やっぱりあのいい試合ができるから感謝してるし、選手もやっぱりこういう場所を作ってくれたり、まあこういう沖縄で講演会やったり、あのいろんなスポンサー集まってくれて、こういう大会ができるっていうのはやっぱりあの感謝してるんですよね。お互いにこういう気持ちであるので、だから今回比嘉大工君があんだけいい試合してね、具志堅さんが喜んだので、まあ、今度はまた、平中ジムから早く世界チャンピオン出そうって、また選手なんかも燃えてると思いますよ。燃えてる、絶対燃えてますよね。この間もみんな見てるはずですから。燃えてますよ。特に小谷なんか燃えてるんじゃないかな。今大阪でね、あのいろいろ暴れてるみたいですけど ね。Facebook でもいろいろね、なんか投稿してますけど。彼は本当にこもめですよ。チケットをね、あの買ってくれる人にチケット一枚一枚にお礼書いて、ちゃんとありがとうとか言って Facebook でやってこうしたり、本当にあの彼はあの本当にこもめだし、やっぱりあの一生懸命やっぱりやるから、あの応援して、だ彼はやっぱり東洋チャンピオンぐらいか世界とかに行かしたいので、まあ、この階級はちょっとハードが強いので、あのこの前やった比嘉大工君とか、うちの荻堂君があのこのまだ下だ、階級が下だから、この小谷君のところもだいぶ階級がいっぱいいるので、相当チャンスが階級落として、いや、そうじゃなくて、あのもうすごいいっぱいのダイバーの層が強いんですよ、だからそういうので本当小谷君もこれからちょっとチャンスがあったら入れ込んでですね、ランキング上げてすぐパッとチャンスができるようにしたいし、実際平中ジムさんをあのオープンされて何年目？もう20年になります。あ、20年、はい、22年になりますよ、もう少しで、はい、じゃあチャンピオンになられて5年後にはもうすぐ、はい、もう僕がもうボクシング終わって3年、そうですね、3年ぐらいでもう、あのジムを作って、まあ、うちも中森君という子がいて、世界タイトルマッチやったり日本タイトルも2回やったけど、やっぱり勝てなかったからね。でそのも本当に、比嘉大工君はすごいですよ、はい、やっぱりね、このアマチュア時代があって、でまたプロの時代っていうのがあるじゃない、やっぱりその辺でやっぱり平中選手もね、アマチュア時代も76戦67勝ということでね、でプロにやばいですね。プロで22戦20勝2敗、KO 勝ちが18、もうめっちゃ強いね。だから今僕はアマチュアとプロで KO 率は一番多かったけど、今一番すごいのがこの比嘉大工君ですよ、彼は何戦してるかな今、13戦か17戦で、全部 KO ですから、それすごいですよ。やっぱりやってきた人がもう見てる目だから、僕ら素人が強いなっていうのと、やっぱり平中ね、さんがこう強いっていうのとはやっぱり見る目が違うんで、本物ですね。じゃあね、世界チャンピオンもたくさんいるんだけど、まあこのネタだけど本当にいるんだけど、本当に真のチャンピオンっていうのが何人かしかいないんだけど、その中のもやっぱり一人として、あの本当比嘉大工君は僕はすごい褒めるし、やっぱ今あの井上兄弟とか井上君とか、あとはあの井岡君とか、山中とか何人かいますけど、やっぱその中の本当真の世界チャンピオンの中のチャンピオンですよ。特に今あの前は WBA、WBC、はい、今はもう IBO とか WBO とか団体が増えちゃったもんで、チャンピオンの数が多くなったんだけど、その中でもやっぱりあの WBC のチャンピオンを取ってますから、それもメキシコのねチャンピオンから取ってるから、やっぱそれはもうすごいやっぱり評価した方がいいと思います。あの平中さんがあの、まあ、世界チャンピオンになったのは、1989年イタリア、メキシコです。あ、メキシコ メキシコで、はい、これはもうバブル全盛期ですよ。日本ではもうバブル崩壊ちょっと前ですけど、どんなだったんですか、そのメキシコでのあれっていう。僕はイタリアで1回やって判定で負けて、で次もう最後のチャンスしかないなと思って、まあ、相手も結構強かったんですけど、やっぱり状況的にはやっぱり敵地ですから、まあ、どうにかあのアウェーですよね。そうそうそう、自分にもあのあれしながら、まあ、無我夢中でどうにかリングにやったら僕の方が勝ってたもんで、やっぱりあの世界変わるっていうじゃないですか、チャンピオン、世界チャンピオンになったら変わりますよ、もう全然変わります。実体験した人しか。一番びっくりしたのは、行くときは誰もマスコミも取材も何もなかったんですよ、頑張ってきてくれて兄弟 でチャンピオンになって帰ってきたら、本当にたくさんのもうものすごいあの成田空港にいっぱい来て、でテレビ局も、NHK なのかテレビ朝なのかフジテレビなのか TBS のみんな奪い合いですよ、どこに出すかって言って、はもう本当にあのもう飛行機飛ぶ行くときと帰ったときではもう全然違います、全く別世界、世の中が違うし、はい、違いましたよ。
本当、本当に出ましたよ。やっぱりみんな僕の場合は特に沖縄からチャンピオンになったので、うん、やっぱりみんなびっくりして、報道ステーションとか当時の久米宏さんとか、はい、よく取材で、はい、筑紫哲也さんとかいっぱい来てね、うん、TBS とかよく来てやったんですけど、本当にNHK のね福島敦子さんでって今の一郎の野球の一郎の奥さんのお姉さん、はいはい、お姉さんがキャスターしてる時にいつも沖縄までわざわざ僕のために取材何回か来て、はい、でその後世界チャンピオンになって、うん、モブと来てましたね。そういうので、まあ、まさか沖縄から沖縄のジムから世界チャンピオンになるというのは誰も考えられなかったことだし、あの時九州もいないし、うん、まあもう大阪から下は誰もチャンピオンなかったから、うん、やっぱりそれはもうちょっと異様なぐらいな、すごかったですね。でこれはね体験した人じゃないと分かんないよね、うん、まあ、オリンピック選手もそうだけど、うんうん、メダル取って帰ってきたらもう 別の世界になってるっていうじゃないですか、うん、そうね、もうだからそれだから余計逆に人に見られてるっていうのがあったし、うん、でも、まあ、僕はもうボクシングだけやっぱりいろんなことあって、やっぱり人間って世界チャンピオンになってもどこになってもやっぱりチャンピオンになれるような人間と、うん、だからやっぱりとにかく世界チャンピオンになって何でもいいから頭下げて、はい、だから比嘉大悟君には絶対頭下げて、うん、人生をこうちゃんとやっていればこのボクシングは長くないからチャンピオンは、はい、その後が人生長いから、はい、いろんな人に助けてもらうし、うん、そういうのはやっぱり大事だし、もうやっぱりちょっと上目線で物事を見ると人間っていうのはやっぱりいつかは落ちますから、うん、まあ、そういうのは僕は沖縄にいて一番考えて、うん、たまにあそういえば僕も世界チャンピオンだったんだなと思ってたまにもう仕事してこの前もなんかテレビで25年ぶりに平中チャンピオンの次に、うん、バトンタッチとかなんかこう、あそれ俺も世界チャンピオンだったんだよねその感覚なんですね。もう僕はもうチャンピオン負けたっていうか、もう負けた時点でもう僕はパッともう切り替えて、まあ、自分の今事業してるから、うんうん、まあ、仕事の方にまた仕事で今度チャンピオンになろうというのと、うん、やっぱりそういういろんな意味で、ね、まあ、その辺のね、事業の話をね、また CM 挟んでね、うん、後半伺っていきたいと思いますんで、はい、一旦 CM どうぞ。どうもありがとうございます。はい、もうやりましたよ、彼のね、もうキャラがすごい好きで、ね、やばいですよね。これ頭いい。頭いいですね。回転も早いし、うん、面白いんだよね。かっこいいしね、また。また女好きだし、カキも好きだし。あれがなんていうかな、こうちょっとしたペイントとか重さがありますよ。検査して、まあ、何台もさせても。でこれもうちの家内がマネージャーが作ったんですけど、ああ これね、試合前のやっぱり試合がもう近くなった時に減量していい顔してるじゃないですか、うん、こういう写真撮って今回作ったんです。普通今ボクボクしてるんですよね試合が終わったと。そうそうそう、すぐですよね。小谷さんがびっくりした。ね、そう1日で青なるもんでしょ。だって減量は減量、うん、試合の前日の減量スポンジ通るじゃん、スポンジみたいなもんですよ。そしたら試合当日5キロ増えてたっていう。だからそれをフェイスブックで載せたじゃないですか。そう、びっくりして、このお腹の変わり具合もう1日でね、もう5食8食ぐらい食べるっていうのがやっぱ美味しいですよね。僕も一番ね水がやっぱり一番美味しいと思います。水僕もやっぱり食事とか取れないから、うんうん、やっぱり我慢してやっぱり今日大事なの食べながら調整しながらやったけど、うん、まあ減量本当に一番苦しいですよね。本当にトイレの水に飲みたくなるって言われて、ちょっと光がさっていい感じですね。びっくりしましたね。もうちょっとそのマイクあげます。シャリ君もねもうちょっと頑張って、うん、集中的に、はい、ということでね、はい、もう残り時間もあともう20分弱ですけど、うん、はい、もう平中さんといえばね、今もういろいろテレビコマーシャルでもやってますけど、監視カメラとかね、うん、いろんなソーラーパネルとかメガソーラーの事業とかいろいろサイバー
攻撃に対するねセキュリティのコンピューター、うんすごいですね、コンピューターセキュリティのこととかかなりあの多角経営されてて、さすがチャンピオンですね。びっくりな、だからこれからの人生のチャンピオンをもうこの事業で狙ってるんで、うん、あの素晴らしい。この辺もう今実際、おいくつされてるんですかね今。一応ですね、まあはい、まずボクシングやったり、まあはいまあ、目の前にあるこういう造成工事の赤土の流出とか、はい、あと緑化事業とか緑化事業、はい、あとはあのこのコーティングで芝生やったり公園の造園をやる事業部と、はい、あとは今コンピューターセキュリティって今、うん、サイバー攻撃が多いじゃないですか、はい、それを守るために、まあ、僕らあのサイバーカウンターパンチといって、まあ、これはあの本当にアメリカのペンタゴンや世界中のあのネットワークを守っているので、まあ、これどんどんニューヨーク、シンガポール、香港、東京、京都、沖縄はギノザにうちサーバーを持っているんですよ、うん、でロンドンにはあのシンガポールには200人体制で24時間人間がいてこうコンピューター見てるんですよ、うん、であらゆる攻撃されるんですけど、まあ、その中でやっぱりあの守るというのかな、うん、セキュリティで守るそういうのを入れたらいい、まあ、あの全日空と日本航空の一社はこのセキュリティで守ってますので、そういうのとかあと上場企業の企業の何社を守ってまして、まあ、沖縄では僕の方が、まあ、このうちのコンピューターを通して守ってます、うんまあ、あとはそういうのとあとは今言われたあのカメラですね、はい、防犯カメラ100やってるんですけどこれはねどういうことかというとあの普通カメラというと防犯カメラでセキュリティで夜はあの白黒でしか映らないんですよ、うんうんうん、ところがこれ本当にあの1キロ先のあの本当カラーで映ってですね、まあ、今あのこのカメラはあちこちついてるんですけど、はいはい、その中で美ら海水族館とかあの水槽が消えた後の魚の様子とか、うん、大学院大学はサンゴの様子とか、うんうん、産卵とかあとはあのウミガメの産卵とか、はいはい、暗闇とか撮ったり、うん、あとはあの、まあ、ご最近どこの漁港に入れたんですけど、うん、漁港で不法投棄で今までは全然犯人捕まらなかったけど10人中10人全部使ってこのカメラに変えたおかげで、うん、そうそうもうはっきり映りますから、ね、先ほどもね、うん、そうそうそうあの映像画像を見せてもらったんですけど全然違います本当に鮮明ですからね。もう従来のカメラで見るともう真っ暗で光ぐらいが、うん、ポツって見えるかなと思うのがもう白夜ってぐらいネーミングのように昼間の画像みたいに鮮明に映ってましたね。しかもカラーでびっくりしましたね、うん、だ今後あの今度はあの総合事務局の方からも、まあ、あの予算がついて、うんまあ、これは本当にあの防犯の意味でね、はいまあ、今回あの国の方も沖縄に対して観光とかいろんなものある、あるじゃないですか。特にあの子どもたちや、うん、女性の人特にあの弱い立場のおばあちゃんとか今ひったくりとか今いろんな、うんはい、特に弱い女性の人を守るために、うんまあ、国がまあ大きい予算をつけてですね、うん、各市町村、うんまあ、議論も含めて各41市町村にあの街灯と街路灯というですね、うん、で防犯カメラをまあ予算つけてでも出すんですけど、うん、その中の中でやっぱりあのカメラによってやっぱりあの抑止力あの普通のカメラであれば映ってるか映ってないか分からないから、はい、うちのカメラは映るから、はい、抑止力になると犯罪が落ちると思う少なくなると思うんですよ、うん、で現にあのカメラで何人かこう映されてる人まさかこう見せられるとですねこれ君たちですよねって言われた時にいや自分の場合はあの昼間はゴミ捨ててませんっていう人がいるんですよ。これすいませんもう12時ですよとこれ夜撮った写真ですよって言ったらあのびっくりしますよね。びっくりします。伏せた人がびっくりしてますから。だって本当に昼間みたいでしたもんねえ、うん、あの普通僕らがあのよくテレビで見る赤外線カメラっていうのはうん、うん、やっぱ白黒でまあね、明るく見えるような感じだけど、うんうん、あれカラーであんなに明るく見えるんですね。そうですね。だからそれも、まあ、僕らとしてはこういうの沖縄でいろんな事故とか事件とかあって、うん、沖縄からやっぱりそういうの発信しようということで、うん、多分世界でカラーで映るのはあのカメラが今しかないんですよ、うんうんまあ、それを、まあ、東京の三平グループ三平商会っていう、はいまあ、僕らのこのボクシングも応援してもらったり、うん、いろんなことしてるんですけど、うん、僕のパートナーなんですけど、うんまあ、彼らがこういうの作ったのを持ってこようということで、うんうん、沖縄に持ってきて、まあ、今、昨日はちょっとあのハブ研究所でハブが夜どんな行動をしてるかっていうのを真っ暗の撮ったり、うんうんうんまあ、いろんなこと考えてやってます、うん、でこれで、まあ、いろんな大学院大学とか入れてるんですね、うん、ぜひあの議論の皆さんでもこういうの見て本当に今見たいっていうなら平中事務の、はい事務所の1階のショールームにショールームとあとインターネットでちゃんと見れるようになってますので、うんはい、もうぜひあのね
これ広めていきたいですね。そうですね、あの防犯にいろいろ役立てると思うんで。本当すごいですね。これでも今あの、まあ、自分の後輩もねこういったセキュリティ の仕事とかやってるんですけど、うんうん、あのかなり増えたみたい、あの個人宅でも、うん、で今あのまあ、なんですか、あの車にも設置して、はいはい、ドライビングレコーダー、はいはい、あれもすごい流行ってるじゃないですか、うん、あれのおかげであの、まあ、当たり屋とか、うんうん、この事故の判断がね、うんうん、どっちが悪かったとかってすごい判断つくし、うん、あのいろんなセキュリティというか安全面でもね、うんうんうん、ドライブレコーダーやりあの各家庭でのねあの防犯カメラっていうのをかなり普及してきてるみたいなんだけど、うん、まあ、こういったもう夜中もね あのあれだけ鮮明に映るカメラあればね、やっぱ公共なところとか、うん、あのセキュリティを高めないといけないっていうところいっぱいあると思うんで、うんうん、そういうところね、うん、やると費用対効果は絶対ありますよね。あのこれちょっとしてるけど、まあ、高くないですから、はい、普通のカメラと変わらないぐらい、うん、ちょっとぐらい高いぐらいですけど、やっぱりもう24時間、あの見れるっていうのが大きいし、うん、まあ、僕はもう沖縄に持ってきて自分たちだけじゃなくてみんなに使ってもらおうと思って、うん、だからあの代理店さんとか業務提携したりでいろんな組み合わせしてですね、まあ、実はあのカメラをうちのパソコンで、はい、コンピューターで、うん、見ることもできるんですよ、うん、そうすると家に置いとくとちゃんとあの子供が帰ってきたかなとか、はいはい、であのペットとかそういう動物を夜で見るのと見れますね。で今子供の国があのゾウさんのお産で大変らしいんですよ、うん、それもあれちゃんと見れるように、うん、でいろんなところとか牛のさんあのお産とか、うん、そういうの見れるカラーで見れるっていうのがすごい、うん、そういうので、まあ、いろんなところにこれからするし防犯カメラであるけど、うん、逆に今言った大学院大学研究とかあの美ら海水族館は植物の、うん、成長とか、うん、ウミガメとか、うん、そういうのいろんなのを見たりいろんなことができるので、うん、うちのこの白夜っていうのはいろんなところで対応ができるということで、うんうん、まあ最後さいいあのこれあの光を取り寄せるあのあれで防犯カメラ赤外線ではないんだけど、うん、まあ細かいことはまた難しいので、はい、ぜひあのうちの事務所に聞きに来たら、うん、教えてあげますので、はい、今いろいろねお話してもらった、はい、あの事業の内容は株式会社平中で検索すれば全部見れるってことですよね、はい、うんうん、でこれがあの僕の守るシリーズって言って、まあ、あの沖縄の海を守るとか子どもたちを守る環境を守る、はい、で IT でコンピューターでセキュリティのサイバー攻撃を守ると、まあ、ボクシングで体鍛えて、はい、あのまあ、守るというので、まあ、守る君というのがこれが僕のキャッチフレーズのうちの会社の守るシリーズのあのなんかね絵が載ってますけど遠くてちょっと見えないかもしれないですけどめっちゃ強そうじゃないですか、これがまあこれがそうです、はい、うちはあ、はいはい、これがエコファームも沖縄っていうのが太陽光のメガソーラーを大いにやってるんですよ、うん、この無限っていうのがボクシングの企画と、うん、あと不動産の売買、うん、もううちの、はい、うちの無限で不動産やったり売買したりマンションを売ったり買ったり今やりくりをうちのスタッフがやってます、うん、まさしく、ね、事業で人生のチャンピオン狙ってます ねかなり僕の場合あのなんていうかな一つだけボクシングでこうやって見の中だったけど、はい、くっつけることが僕得意なんですよ、うん、まあ、ただ不動産で売りたい人がいる買いたい人がいるすぐやったり、はいはい、でここでこういうカメラがあってこうやってであので線がつなげないんだけどどうすればいいか電波で飛ばしたり、はい、いろんな無線でやったり、はい、電話回線やったりそういうのとかこっちにある事業をしようとした時に、はい、あこいつにこうやればできるってこうくっつける、うん、そういうのが僕の得意な、うん、あ、はい、僕もそれ得意ですこれすごいですよね、はい、もう、ね、自分っていうよりもこう人脈をねやっぱりつなげてあげるっていうのが、うん、まあ楽しみっていうかそれもあるしそうですねだからね何があったり例えばここに家建てをすると、うん、こう設計屋さん誰かいて鉄筋屋さんとかいてパッとパッとできて、うん、普通の人が1年かかるのは僕は 2、3 ヶ月でパッと終わっちゃうっていうそれは僕の速さですよね。でこのカメラだって、僕はここにあの、中城公園っていう公園作ったり、うん、まあちこちの公園作ってやってる時に夜になるとあの夜になるとあの日が暮れると子供たちが冬場になるともう6時頃から暗くなるじゃないですか、うんうんうん、その時にカメラついてるけどこのカメラがなんで映らないのかなってやったんですよ、うん、その時に三平商会の社長が実は夜映るカメラがあるってとこういうカメラがあるということで、まあ、僕のところに持ってきて、まあ、値段的ないろんな交渉してこの全国に出せ沖縄に出せるようにしたんですよ、うん、それもなんか今こういうこのつながり、うんうん、でこの前今ちょっと国の今度あの例のあの
北朝鮮の、なね、殺されたじゃないですか、うん、それであのカメラによってやるので、これからこれはオリンピックに向けて日本は相当の予算つけて、うん、空港とか港湾とかにカメラをもう強制入れるんですよ、うんうん、その中でやっぱりあの僕ちょっと営業しながらあるとこ行ったら、あ、噂には聞いたことあるんですけど、夜中をするこのカメラ、はい、まさか平中さんが持ってると思わなかったので、やっぱり役人の人がびっくりしてました。で今回も、ここに来る前もちょっとこのカメラもう何個か入れたいっていうところで、はい、話が出てたので、本当にこのカメラは本当あのみんなにとってあのすごい活躍すると思うし、まあ、これによってあの犯罪が少なくなればね、犯罪が多くなるんじゃなくて犯罪が少なくなって抑止力になればいいなと思って僕はあの本当に入れてるし、特にあの子供たちとか女性の人を本当に守るためにね、弱い人を守るために僕はこれ入れていきたいなっていうので、まあ本当にあのできるだけ数多く出したいというので、うちのスタッフとみんなでこれはもう本当にあの頑張って、うんうん、あのみんなのために広げていこうっていう、うん、売るんじゃなくてみんなのために、うんうん、あのやっていこうということで、うん、あとメンテとか保守メンテ、そういう修理に対しても全部ちゃんと考えながらやって、うん、で沖縄でできるだけ組み立ったり作れるようにして、うん、まあ、今度今あのうちのスタッフが作っているのがこれの、コンセントレーターっていうこの、毒ガキを今度作るんですけど、うん、これはもうメイドイン沖縄で、うん、もうあの守るくんっていう守る、ミヤクみたいなあ、見守りくんかそう、見守りくんっていう名前でこの箱が、ね、ちょっとパクっちゃいましたね、見守りくんですね、そう見守りくんでそれであの下に無限っていう名前でこれ沖縄で作るんですよ、 うちの会社が、うん、まあ、メイドイン沖縄で、うん、これから逆に本土の方に売るっていうことで、そこまで来てるの、それを、うんうん、なんかくっつけてやっぱ、そういうのはもう僕はあの得意とする、仕事はあまり能力はないんだけど、そういうのをくっつけて一つにプロジェクトを、みんなのプロジェクトをパッとまとめて、早いですよね、それは。あの後半からこの番組をお聞きになっている方は、うん、あの今話されているのはあの平中ボクシングジムの平中会長ですからね、はい、授業の話してますけど、はい、前半はあのボクシングの話してましたんで、いやこれここまですごい授業されてるっていうのは、うん、あの誰もあまり知らないんじゃないですかね、この情報は。そうですね、多分知らないうち、すごい借金もいっぱいあるんですけど本当に、まあ、太陽光とか、はい、いろんなものやって、まあ、それもやっぱり僕夢があって、そういう事業をすることによって利益が出ます、うん、その利益をやっぱりこの子どもたちや、まあ、いろんなところに持っていって、まあ、国とやったりいると、やっぱりそれによって、まあ、今回、あるあれで予算つけて貧困の、子どもたちに国が予算つけてこうやったり、貧困事業とかいろんな意味であのあの寄付したり、まあ今回あの琉球大学に今度あのまあこういうふうにあのあの大学ね、コンソルミアって言ってあの大学の生徒が、沖大琉大この沖縄大学の生徒がこの施設にこの子どもたちにボランティアをしてるんですよ。そういうのにまた今回無限は寄付を寄与するんですよ、これから。でこの大会ですごいいい施設をしてたりですね、はい、まあ、この前はあのフィリピンにあの靴を送ったりですね、鉛筆を送ったり、いろんなちょっといろんなことしてるんですよ、はい、すごいですね。これもまあ事業しててこういうのちゃんとしっかりしてるので、やっぱりこういうのはちっちゃなことを積み重ねることによって大きいあの動きができるので、だからこういうあのスポンサーにしてもみんなやっぱ毎回協力してくれるのは、僕らがそういうやっぱりあの考えを持ってですね、あのいるっていうことで、いいですね。で無限っていうのはもうそういうので、まあ僕の方がもう前からも作って無限大のようにですね、あの人の力やみんな借りてたくさん出そうということで、本当にあのただ本当にボクシング選手を育てるっていうだけじゃなくて、いろんなあの社会貢献活動も含めて、もう無限ないろんな可能性が秘めてるってことですね。そうですね、だからもうボクシング終わった後、まあ、小谷にもみんな言ってるじゃん、ボクシング終わった後ボクシング人生で10年も5年10年しかないから、その後の人生が長いから、ボクシング通してあの人のことをやって仕事にしても社会に迷惑かけないで、逆に貢献できるように僕はそういうのを教えてるんですよ、だから一番大事なのはやっぱりあのまあ、親兄弟にも対して、まあ、事務の会長みんなに対してもそうで、やっぱまず感謝っていうのをね、あのやっぱりあの本当にあの教えるのが一番ありがたいとかね、
まあ、今の子供たちも昔と違って、ね、義理人情とか根性とかなんてないですから、はい、今このフェイスブックでも情報もらえてる、ね、でもそれだけどやっぱりありがたいっていうこの感謝っていう気持ちと、うん、やっぱり今恵まれてる分だけあって、うん、その反面世の中には本当にあの食事飯も食えない子供たちも学校の給食しか食えないっていう子供たちもいるんですから、うん、そういう意味で今こう生きてるということに対する感謝、うん、本当日本は本当にあの、まあ、沖縄もそうですけど日本は平和ですから、うん、そういうのでまあ僕は教えながら、うん、できたらボクシングで世界チャンピオンになってほしいし、うん、まあ、世界チャンピオンはあの平和大国みたいに世界チャンピオンになるのも20年の25年の中で一人ですけど、その間に何人のボクサーが沖縄から世界チャンピオンを目指したと思いますか、うん、その中でみんながやっぱりまとめて一人出たんだけど、やっぱりボクシングやってよかった、スポーツやってよかったっていう人間になってほしいのが僕の本当のこのこういう事業もボクシングもやってるのも、うん、素晴らしいですね、感謝。やっぱりこの言葉がすごいインパクトありますね、うん、ボクシング終わってからの人生が長いんだっていうね、うんうんうん、やっぱり具志堅用高さんにしてもコメディアンじゃないけど、うん、あのタレントさんだってね、大成功されてるし、うん、やっぱり平中さんはやっぱり事業家として ね、あのボクシングの後成功に向けて今本当にもう頑張ってらっしゃるということで、うん、まあ、そのためにまた応援して ね、うまくこう潤滑してね回っていくように頑張っていきましょう、うん、で、まあ、このもうあとね残り、わずか30秒ですけど、何か言い残したことありますかね。いやもう本当に今回伊賀大工の具志堅さんとおめでとうございますと、はい、あとはやっぱり宜野湾のね、こういうの発展と、はい、まあ、この FM も含めてみんながね、はい、幸せになれるように、はいはい、いいですね、みんなが幸せになれるように、はい、ありがとうございます、うん、今日はどうもありがとうございました。本当ありがとうございました、はい、またお越しください。はい、また呼んでください、はい、ありがとうございます、はい、さよなら。どうも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんなもんでいいかな。もうバッチリです。バッチリです。本当にまあ、事業のことはね、はい、あんまり僕はあれけど、やっぱりボクシングもね、はい、みんな来てるんで、小谷君の。